はい、おはようございます。竹下敦です。昨日ですね、エリクサーの弦を、こちらのねギターに貼ったんですが、今朝起きていまして、特に、チューニングをすることなく、どのように変化するのかちょっと楽しみなんでね、レポートしたいと思います。和音はねこんな感じですね。どうでしょう。いいですね。なんて言うんですかね。だいたい朝起きてくると、このねあのスタジオのコンディションも湿度も気温も変わってますし、だいたいチューニング結構狂うことも多いんですけど、この弦は狂わないですね。で、昨日ご紹介したこの、しなやかさを失われてないですね。人気で、お店なんかでは結構在庫切れになってるそうですね。見つけたらね、お早めに購入することをお勧めいたします。もうすっかり気に入っちゃいました、このエリクサーの弦ね。これからもね、大事に使っていきたいと思います。毎日はレポートできないかもしれないですけども、ところどころねちょっと変化があったら動画にして、皆さんと一緒にね、いろいろ研究していけたらいいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you soon です。